大丈夫かな。それでは、次の曲を聴いてください。あー素晴らしきにゃんせい。させていただきましたが、ちょっとね例の部長を取ってくるからちょっと喋っててね。わかりました。こんにちは。こんにちは。親のやっぱり一人やったら緊張して喋ることができない。ガンガンもう手が震えて、ありがとうございます。あ、今歯打ってしまった。やだ。はい、全然喋れてないじゃないか。まあ、アピールタイムだからね。あれやっぱさ、ちょっとこう、あれなんか紫色の T シャツおらんくね。紫はね、サインでは赤は？ダメだな。赤は？あ、もうみんな赤だし、ちょっと紫出そうよみんな。待って、なにこれ、なにこれ。あれ、ちょっと待って、何一目惚れしてんの、ちょっと。おかしい。くれるみたいです。おかしい。白ですね。もうなんか、コークなんかブーンとかしてるしさ。できてないよ。しようか。私ごよ。せーの。うん。なんでこれ。
でもヒデがプルデルのイメージ本当はねプルデル3人組なんですよ。はい、エリカさんが最近加入しまして、そうなんです、あのちょっと南さんという方がですね、なんで来ないんだ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、あ南今から来てね私で許してくださいよ、許してください、すいません、許す、あ本当に、もうよかった、ありがとうございます、よかった、というわけでね、まあちょっとこうお話しようかなと思うんですけども、先ほどですね、まあ、今回プルネルとしてはですね初遠征となるんですけども、うん、は米子に来たのも本当にもうちっちゃい頃ぶりだな、遠い目ね、私来たかな、どうかな、何これね、そうそうなんですけども、はい、なんか控室でのお話をちょっとしたいっていうんでね、ちょっと喋ってもらおうかな、頑張ってね、すいません、ちょっと撮りました、撮りましたひそひそバイマスちゃんたちとすっごい話してて、なんかトリプル A が好きとか言ってくれて、あコスピットさんも喋らなくても伝わるっていうもうすごい話してくれて、写真とかも撮ってくれて、もうなんか可愛くて、なんかもう震えて、もうずっと震えてるんですよ、バイマスちゃんこっから見えないよ、バイマスちゃんいるかな、バイマスちゃん、あーいいですか、そう、いやでもね、知る人ぞ知ってると思うんですけども、ルイさんちょっとダイヤモンドさんとちょっとこう関わりがあるんですけども、ね、私の方が仲いいですよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、写真撮りましたし、いや自分も写真撮りましたし、はい、いやでもなんかちょっと写ってとか、まあ、私の方がカナコちゃん、自分ユリナなんで、カナコちゃん、カナコちゃん、あーごめんなさい、自分ユリナちゃんなんで、カナコちゃんなんです、ごめんなさい、ごめんなさい、なんでこれでまあ、本当にダイヤモンドさんとはですね、昔自分がこうステージの下側の人間だった時にですね、すごくこういろいろね、ちょっとこう自分が下僕だった時ねこうすごくこう仲良くしていただいたり、まあ、本当にご一緒にねいろいろさせていただいて、まあダイヤモンドさんが、はい、卒業される前にこうやって、まあね、同じ出演というかねさせていただけて本当に嬉しいです、ね、私も嬉しかった、本当実物見たらもう可愛くて可愛くて細くてもう、ええー、みたいな、もうね後ろ歩いてるだけで、この子めっちゃ細いみたいな感じですごいね言ってたからね本当細くて羨ましい羨ましい羨ましいそうかねえという感じなんですけども、ちょっとどんどんエリカさん喋っていいよ、まだ頭回ってないです、回ってない、いやいやちょっと多分終わったら回りますね、いや終わってから回ったらあかんやないか終わってから回ったらあかんやないかというわけでね、そうだそうだ、ツイッターをこう見られた方もいると思うんですけども、今日から新グッズがですね物販の方で発売をそうです、はい、させていただくんですけども、知ってるよって方いますか、いや初耳だ、初耳、あ本当、あえなんかあれタカさん、タカさん、タカさん名前めちゃめちゃ出すよ、タカさんあれ今手挙げてた、何か知ってます、さあ、T がついてシャーがついてツーがつくやつなんですけど、こんな感じ、 T がついてシャーがついてツーがつく、まあ、T シャツなんですけども、そうですね、ファンの方は真っ黒の T シャツが、はい、販売を今日から、私黒の方が良かった、じゃあイメージカラー黒にします、じゃあ買ってくれたらみんなと一緒に着れるみたいな、ちょっと待って、それさ、でもエリカ黒ですもんね今日、え赤似合ってるよ、あ本当、ちょっと待って、どうしよう、あれ紫似合ってるよ、紫似合ってねえよ天の声さん天の声さんすげえ声聞こえてきてるの天の声さんちょっと結構今日怖いな、うん、いつもですか、はい、で、まあ、価格はまあどのぐらいするんだと、まあ、2500円で販売をさせていただきます、はい、はい、まあ、どうなんだろうね、2500円っていう価格設定はどうなんだろう、お安いわね、お安いわね、ありがとう、じゃあね、じゃあお安いわねって言ってくれた皆さんはね、ぜひ購入をいただけたらと思います、お願いします